いらっしゃいませ。うちのさ、ゆっちゃんちチームだから言ったら私とあの編集長、編集者のスタッフのおめぐがだいたい週1で電話会議するのね。最初はちゃんとこう次の月曜日はこれ出して、次の水曜日はこれ出して、これこの予定やでみたいな、ちゃんと最初はそういう話をしてんねん。でもほんま毎回やねんな。普通にただの電話会議やったら多分20分もあれば終わるんよ。2時間ぐらいかかんねんなって知らん。いつも途中から話が脱線してしまって、あれ見たとかあのさ、あの人のさ、あの動画見た、これ知ってるとか、あのお互いの好きな、言ったらおめぐが好きな YouTuber の話とか、なんかもう話が脱線してまうよ。調査聞いてゆっちゃんがさとか、いつもやめんな。いやもう今日が電話会議だけでも早く終わらして早く寝よう。多分お互い思ってると思う。多分おめぐたちも多分そうやって思ってると思うねんけど、長なんねんな。じゃあもうほんまに近くに引っ越して、ほんまに。ほんまに普通に2時ぐらいまで電話してもんな、夜の、夜中の。ちでちも見といてね。結構私とおめぐで長電話になるって言ってたやんか。まあ結構ほんまに私ももともとジャニーズがすごい好きやったのね。でおめぐももともとジャニーズがすごい好きやった。私もおめぐも今は別に、その今の若いジャニーズジュニアの子たちも分からへんし、別にまあ、どこまで分かるんやろ。私なにわ男子は分かる、ひなのが好きやから。でも全く知らんかった、ジュニア時代っていうか。なにわ男子になったあの子たちしか知らんかった。だからもともとジュニアの時からもう知ってた今グループになってる子ってどこまで。あ、でも私キンプリは翔くん、平野翔くんとかはあの関西ジャニーズジュニアの時から知ってたな。だからそこかな、そこまでか。だからそのジャニーズの話とかもするの、おめぐと。別に今好きでもなんでもないのに。もともと私は一番初め、あの二宮が大好きで、二宮が大好きやった。あの自分で二宮勝成ってこう書いて切り抜いてなんか部屋に貼っとったわ。ほんまに今思ったら意味やからな。でおめぐはそれこそ同じ嵐やった。翔くんが好きらしい、桜井翔くん。そういう話とかするのね。ちょっと最近あのグループいい感じやなとかさ、まあ、言うたら、だからそういうなんか電話でするやんか。でおめぐと電話してるところをスピーカーにして、こうカメラにも聞こえるようにして、どう思います、そういう動画。言ったら出演出てる側と裏方編集者側の話し合い動画っていうか、まあ多分最初はものすごく真剣に、ちゃんと私もあのすると思う、真剣に最初は。いやちゃうな、でも私らもなんか電話の最初からもなんかもう何喋ってるか分からへんもんな。もうなんかもしもしじゃないもんな。私はもういつも決まってるの、おめぐりに電話するときガチャって出たらさ、ガチャっていうのがもう古いよな多分。ガチャって言わへんよな今は。まあガチャって出たらシンシンって言うね、私はいつもシンシン。向こうからスンスンって言ってくるから、もうそっから多分ふざけてんね。
ふざけが始まってるやと思う、多分、まあ、ほんまにしょうもないしょうもない会話をしてるよ私ら。そういう動画一回ちょっと出してみていいですか。ほんまに何の話でも毎回テロップ出ると思う、多分ほんまに何の話、まあ、そういう感じなんです、私らの会話。ちょっと一回流してみようかなって思いますんですけども、どうでしょうかっていう意見が聞きたいんですけども、どうでしょうか。今日はですね、ちょっと企画会議していきたいと思うんですけども、殴ってやんのやったらもう殴ってる。見ました、すいませんけど脱線して、見ました。